ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、生活保護の不正受給のニュースを見たんだけど、私たちの払った税金を騙し取るなんて許せないよね。もちろん正当に受給してる人がほとんどで、不正受給を働いてる人はごく一部ではあるがな。ところで霊夢が言ってる不正受給はどのパターンを言ってるんだ？え？普通に収入ある人が生活保護費をもらうパターンだけど、それ以外にもあるの？あるぜ。生活保護費の不正受給は生活保護ビジネスとも言われてるくらいだからな。生活保護ビジネス？どんな仕事よ？生活保護ビジネスとは、いわゆる貧困ビジネスの一形態だ。霊夢、貧困ビジネスの意味はわかるか？貧困者を救済するようなビジネスじゃないの？就職の世話をしたりさ。そんな社会貢献度の高いビジネスではないぜ。貧困ビジネスとは、貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス、と定義されているぜ。何その定義？貧困層を救済するようなビジネスではないのね？むしろ逆だ。貧困層を利用して稼ぐビジネスの総称だ。貧困層をどうやって利用するっていうの？よし、じゃあ今日は貧困ビジネスの典型例である生活保護ビジネスの手口について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。では、実際にあった生活保護ビジネスの事例を見ていこう。まずは、NPO 法人みゆき交友会の生活保護ビジネスだ。2013年に生活保護を着服した疑いで代表者が逮捕されているぜ。どんな手口を使ったの？みゆき交友会は埼玉市見沼区でホームレスを対象とした無料低額宿泊所を運営していた。無料低額宿泊所？その名の通り生計困難者を対象に、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付ける社会福祉事業の一つだ。個人や任意団体が社会福祉法に基づいて都道府県知事へ届け出するだけで、簡単に設立することができるんだぜ。そんな施設があったんだね。やっぱり日本は福祉が充実しているわね。ところがどっこい。この無料低額宿泊所が、生活保護ビジネスの温床になってるんだぜ。え？無料低額宿泊所が悪用されてるってこと？その通りだ。まず、みゆき交友会は東京都内の上野公園などのホームレスに、ご飯も出て住めるところがある。小遣いもやるから、うちに来ないか、と、勧誘するんだ。そして、見沼区役所に連れて行き生活保護を申請して入所させる。ご飯も住まいも小遣いもあるなんて、路上生活者からしたら夢のような話ね。そして申請をしたら銀行で通帳を作らされる。この時、銀行員と通帳は施設関係者へ預けることになるぜ。その口座に生活保護費が振り込まれるのね。そうだ。だが、使用するのは施設関係者だ。生活保護費は12万円程度支給されるが、様々な名目で施設に搾取され、月額1万円くらいしか本人の手元には残らないんだ。スズメの涙ほどのお金しかもらえないぜ。それじゃ貧困から抜け出して、社会復帰なんかできないじゃん。そうだ。だから、貧困を固定化するビジネスと言われてるんだぜ。しかも、長くいれば長くいるだけ運営側が儲かる仕組みになっているからな。まさに飼い殺し状態じゃん。まさにその通りだぜ。それに施設の環境は劣悪なものだ。布団は前の入居者の使い回しだ。施設から逃げ出したり、退所したり、場合によっては亡くなった人が利用していたものだぜ。他人が使ってた布団で寝るのは抵抗強いなぁ。そして、部屋は3畳ほどで、害虫が至るところにいる。薄いベニヤ板で仕切りを設けただけだから、隣人の声や生活音は筒抜けだ。廊下も人が一人しか通れるスペースがない。プライバシーなんて存在しないね。ちゃんと生活保護費を受け取れれば、もっとまともなとこに住めるでしょ？そんなところ抜け出しちゃえばいいのに。もちろん中には文句を言う入居者もいる。だが、無料低額宿泊所を抜け出して、住所不定になったら生活保護もストップしてしまうんだ。一体なんで？住所のない者からの生活保護申請は受理しない、という役所の決まりがあるんだ。何その決まり？じゃあ、無料低額宿泊所を抜け出したらまた無一文じゃん。しかも銀行の通帳は、事業者に取り上げられているケースがほとんどだからな。結局抜け出せずに、生活保護費だけが取り上げられる日々が続いていくんだ。かなり悪質な手口ね。しかも奪い取られてる生活保護費は我々の税金だからね。許せないわ。
このようにホームレスを無料定額宿泊所に住まわせ、生活保護費を搾取する悪質な生活保護ビジネスは、名ばかりの社会福祉法人の資金源にされている。しかし、同様のビジネスは病院でも行われているんだぜ。病院で？そうだ、実は貧困ビジネスで稼ぐ病院は意外と多いんだぜ。世の中にはひどいお医者様もいるものなのね。けど、どうやって病院で生活保護ビジネスで稼ぐの？では、ある精神科クリニックで行われた生活保護ビジネスを紹介しよう。生活保護ビジネスの中でも特にターゲットにされやすいのが精神障害者なんだ。認知機能が乏しかったり、自ら生活保護の申請をすることが困難なケースが少なくないからな。弱者を狙うなんて最低ね。2015年に問題になったのは、東京都内で複数の精神科クリニックを営むグループだ。ここではまとめて旧クリニックと呼ぶぜ。旧クリニックは、大田区、江戸川区、港区と業務委託を結び、福祉事務所にメンタルケア支援員を派遣していたんだ。メンタルケア支援員？精神障害を抱える生活保護受給者の相談員のことだ。ここで、相談員は旧クリニックに通院するように勧めたんだ。それだけ旧クリニックの診療が素晴らしい。なんてわけないよね。もちろんだ。患者たちはクリニックでデイケアを受けるが、名ばかりのデイケアで、放置されたままだ。なんでわざわざデイケアを行うの？お金のためさ。患者が1日デイケアを受けると、行政から医療機関に対し、1人につき1万円の診療報酬がもらえるんだ。もらいすぎだよ。ちゃんと治療してるなら相応の価格かもしれないけど、放置プレイじゃん。旧クリニックは都内に4カ所あり、通院者は1日およそ700人いた。その名ばかりのデイケアで年間27億もの収益を上げていたんだ。儲かりすぎだよ。また、患者の中には病院から派遣された職員の指導で、宿泊先が提供されることもあった。ところが宿泊先は仕切り板で仕切られた、わずか3畳ほどの部屋だった。トイレは共同で、風呂なしだ。本当に冬をしのぐためだけの部屋じゃん。鍵は病院スタッフが管理していて、デイケアを休んでいると強引に連れて行くんだぜ。デイケアという名の仕事じゃん。そしてもちろん生活保護費は全額旧クリニックが管理する。患者には食事を現物給付したり、1日1000円だけを渡すくらいだぜ。自由な買い物すらもできないのね。さらに、次の日の生活費をもらうために毎日通院せざるを得ない状況を作り出したんだ。薬も1日分だけしか出さず、薬をもらうためにも通院を続けさせたんだ。逃げ場がないわね。意地でも通院させたいみたいだけど、そんな環境じゃ良くなるわけがないわよね。むしろ良くなってもらっちゃ困るんだ。患者が長くいればいるほど、お金が入り続けてくるわけだからな。不労所得みたいね。次は2009年に奈良県にあった山本病院の生活保護ビジネスについて紹介するぜ。これは病院による貧困ビジネスでも、最も最悪なケースとして有名だぜ。一体どんな悪用を働いたというの？山本病院では、大阪府西成区の生活保護受給者向けのマンションに直接出向き、入院のスカウトをしていた。なぜ大阪まで？大阪府西成区は全国でも群を抜いて生活保護受給者が多い地域なんだ。4人に1人が生活保護受給者だからな。獲物を狙うには絶好の地域なのね。だから奈良県にある病院に関わらず、入院患者の6割が大阪の生活保護受給者だったんだ。そんなに生活保護受給者を入院させてどうするの？診療報酬の不正申請のためさ。生活保護受給者の医療費は、医療費の自己負担がなく、全額国が負担してくれるんだ。必要ない診察や治療をして国に請求したってわけね。その通りだ。例えば山本病院には心臓血管外科や循環器科、脳神経外科、内科などの診療科などがあったが、心臓カテーテル検査を行ったように装い、診療報酬を騙し取ったりしていたんだ。弱者のための制度を悪用するなんて最低ね。そして検査結果では病名症状検査所見の捏造が行われ、国に医療費を請求するためだけの意味のない治療が延々と続けられるんだ。医者から治療が必要だって言われたら従うしかないわよね。それに生活保護患者は1円も払わなくていいからな。何の疑いもなく、医者に言われるままに検査を受けたり、薬を出してもらうだけだ。結局は医療費を出す国が、税金を払ってる我々が損をしてるのね。それで病院はめっちゃ得をする。国が相手なら取りっぱぐれもないし、美味しいビジネスなんだぜ。絶対許せない。天罰が下るべきよ。
正直、このような医療費の不正請求は珍しいことでない。他の病院でも見られることだ。山本病院が凶悪なのは、本来必要ではない手術を無理やり手術していた点だ。手術？手術ってことは体にメスを入れたってこと？もちろんだ。患者らを騙し、不要な手術を行うことで、一件につき200万円もする手術費を騙し取っていたんだ。検査や治療の不正請求なら、患者さんの負担にはならないけれど手術はダメでしょ。体を切り刻むんだから負担が大きすぎるよ。下手したら命に関わるじゃない。それが悲しいことに実際に起こってしまったんだぜ。え、まさかお亡くなりになった方がいるの？ああ、山本病院では少なくとも140人に不要な手術をしたことが明らかになっている。140人、そんなにいたの？そのうちの一人、50代の男性に2006年6月に不必要な手術を行い命を落としてしまったんだ。一体どんな手術をしたの？男性の肝臓には良性の腫瘍があった。それを肝臓癌と嘘偽り、手術を執行したんだ。それも全てお金のためでしょ？それ以外に目的はないだろ。手術の助手を務めた医師は、院長から、肝臓癌ということにして手術をしようや、儲かるで、と言われたらしいぜ。もう生活保護の患者を金のなる木としか見てないのね。さらに肝臓の手術は高度な技術を必要とされるが、立ち会った医師に肝臓手術の経験を持つ者はいなかった。その上輸血の準備もせず、術後の止血も不十分だった。結果、患者は心肺停止状態と亡くなった。殺人じゃん。もちろん逮捕されたんでしょ？ああ、詐欺や業務上過失致死容疑で逮捕されたぜ。え、殺人じゃないの？殺人については証言は得られているものの、患者の遺体はすでに火葬されていたため、証拠が得られなかったんだ。そのため、立証可能な業務上過失致死容疑に切り替えられたんだ。重い処罰に処されるべきよ。だって弱い立場の人間の体を切り刻んで金儲けをして、挙句に死なせてしまうなんて悪魔の所業よ。気持ちはわかるぜ。だが、こればかりはしょうがないことだぜ。悔しいわ、病院はその後どうなったの？理事長らが逮捕されたことを受け、敗因になったぜ。それは良かったわ。けど、そんなホラー映画みたいなことが現実に起きていたなんて信じられないわね。表面上明らかになっていないだけで、生活保護受給者を利用して金を稼いでる人たちは、たくさんいるんだぜ。生活困窮者や精神障害者みたいな社会的弱者ばかり狙って本当に最悪なビジネスね。病気よりも、こういう社会の闇の方が恐ろしいわ。奴らは甘い言葉や脅し文句を巧みに使い、生活保護受給者たちの逃げ場をなくし、延々と生活保護費を吸い上げる。判断能力が鈍ってるホームレスや精神障害者が自力で逃げ出すのは困難だ。国や自治体による規制の厳密化に期待したいところだな。頭にくるけど巧妙ね。厳しく取り締まってほしいわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。